ショータイムゴルフです。はい、はい、どうも。今回はですね、太陽館ナイトコースにやってきました。はい、で今回の出演者は、はい、どうも、館修一です。はい、どうも。はい、どうも、かっちゃんです。で今回の動画なんですけども、はい、飯田靴下株式会社さんのランテージというブランドのアスリートラウンドプロ V2、はい、提供していただきました。カラーバリエーションが僕6種類、はい、この靴下なんですけど、はい、ロングソックス的な、ね、感じになってて、うん、ふくらはぎを締め付ける、そうふくらはぎを圧迫して血流をどんどん上の方に持っていけるようになって、これを履くことによってね、なるほど、親指部分が分かる、足袋みたいにしっかりね、裏はこうやって、ね、滑り止め防止になってて、本当に足袋みたいだね、うん、本当だ、踏ん張りやすいっていう、そうだね。値段は、値段はなんと一足、うん、3,000円。あ、ショータイムゴルフみたいでクーポンをもらいました。 1% は、はい、すごい、2,700円、はい、このクーポン、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ショータイムゴルフ、かっちゃん、あっ、オーナーだ。お願いします。お願いします。ショータなんか手こずってる。取れた。嬉しい。あー、左、うーん、え、左だけでやらなかったっけ。ね、ワンペナ、ワンペナなんだ。おい、大丈夫か。音鳴った。50代チャレンジ行きます。はーい、いくつだっけ。そうだ。50代、こっから50代。こっから50代。伝説になるよ。これホールガン。おお。天ぷらするな。でもボールはいいけどね。さあ。フェアウェイ。ケイ。あ、あった俺も。ボールじゃないか。握ったの？うん、握った。7番番160番です。わお、あ、左だ。これ100ヤードくらいかえ。いやだ。はい。やっぱ俺ボールセーフならうまいね。ナイスです。はい、オッケー、ゴン。はい、めっちゃいいとこあるね。いいとこあるね。すごいね、これ。これどうやって打つの？え、普通に打つ。普通じゃないからこそ普通に打つ。これバックショットは？ミケルソンみたいに。おお、ナイス。真剣にやってるのが面白いよね。至って真剣なところが面白いよね。そうそうそう。真剣そのものなんだね。かっちゃんすごいな。あのやり方するといつになく足長く見えるね。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。怒られる。スライス。ダイビー。早っ。早っ。
クソすぎる。違う。違う。それ言われんだよ。先生。ありがとう。グッパーケビン。はいケビン。はいケビン。ゴーン。スリーパッチ。まっすぐ。ありがとう。まっすぐ。いいんじゃない？写真。じゃあ。うん、なんか重そうに振るね。やべえ、実際重い。重い。勝也ちゃん、どこ行った？いや、これは左側大丈夫だと思う。あ、大丈夫、うんうん、マジだ。フェイブ、はい、これはもうイーグルだね。ナイス。5番、5番やん。ちょっとフォローだね、若干。いや、もしかしたらだいぶフォローかもしれない。右だよ。帰ってない。うん、池が濃厚。5番、うん、で、見えないんだけど、どこ？左バンカー方向。さあ、缶の玉探しに行こうぜ。いいよ、ワンモア。おお、これはいい。ちょっと弱い？フォローじゃなかった、うん、フォローじゃないね。あ、これだわ。嘘じゃん。もう 100ヤードやん。ちょっと待って、100ヤードはいいんだけど、これどうすんの、狙う？こんだけ取るの意味が分かんない。攻め一辺倒の俺だけど刻むわ。ああ、さすがにな。出てきてない、埋まったんじゃない？魔術師。ちょっと待って、出てきてないよね。出てない、出てない。多分埋まったよ。うわ。嘘。あ、今なんかコトって言った。あ、違うわ、やめよ。もったいねえ。こんだけ飛ばしといて。ふざけんなよ、マジで。4打目ほんと飛びは1点じゃねえか。なんだよこれ、130ぐらい。52度。これ超える？うん。お、ナイス。お、いいんじゃない、いいんじゃない。もうあとは分かんないよ、正直。ああ、いいと思う。埋まった、乗ってる。ナイス。入れればパー。翔太何、タイト、翔太タイトの何、分かんない。 ああ、じゃあもう。ちょっと、シャシャンク。
OK、うん、ナイスボギー、ありがとう、パパッと OK、 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 うんオッケーだよね。オッケー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 。それオッケー。それオッケー。やべえパターン。やべえパターン。やばいってまたやばいって。池突っ込んだ俺とスコア一緒だけど。また取れたからないよ。あ、ナイスパーじゃんだって。ナイスパーだ。うん、ナイスパー。ありがとうございます。はいどうも。はいナイスパー。はいナイス。ナイスパー。ねえ。だって俺しかパーいねえの。俺もパー。あそうだ。あれあれパーだったあれパー、うん、なんか最近厳しいよね視聴者さん、うん、単純に見る人が増えただけでしょ、うん、俺のファンを名乗る勇気がある人とない人の違いだからね、だからない人が見に来るようになった、うん、そうだから俺のファンを名乗る勇気のない人が最近叩き始めてる、なるほどね、でもそのうちね俺のファンを名乗る勇気が出てくると思う、うん、私やっぱりみんなね勇気持ててないからねその違い翔太さっきナイスパーだったね、うん、どうも、今、うん、17さんアゲンスト、左からアゲンスト、体調がよろしくない、うわ、風に煽られた、OK、うん、よかった、何番ですか、はい、これやばいね、これやばいね、ダウンダウンダウンなんかペペペって言ったね、ダウン7 7歳ゼロ7ダウン、うん、しっかり気に当たった、しか乗ってない、しかも遠い 3P で 3P 先週コースです、どうしての先週は、先週は出た、うん、誰が聞くねんこの話誰が聞くねんこの話いやいやみんな知りたかったよ、みんな知りたかったよ、かっちゃんイケメンだからね、そうそうそう、女性ファンが東京ないの、男性ファンの方が多いかもしれないけどママさん、ママ王子多分最近俺に愛想尽かしてるいや、ワンチャン歌えるんじゃない、ソウルつけて大丈夫だよ、なんか探せねえの探せねえの打てるよ、はい、缶の 3打目あ、クソうまい、クソうまい、オッケー、3打目、お戦略的だね、ライビング、うん、クレバーだね、ナイスオン、あ、そうクレバー、ナイスオン、ありがとう、翔太にステージを残してあげたね、花道惜しい、翔太どう、これは入った、 3P はない、 4P はある、 1P 1P 人ナイスナイスダボ、よし、これ2回、うん、これ 1P だもん、 1P、 うん、1人え、逆じゃね、逆でしょ、そっちじゃないよどうかっちゃんこれ、俺翔太のにキャディ日本オープンでやってたから、うん、わかる、これ読ませてもらうと、うん、下りスライス、スライス、ちょっと待って、たとえそうだとしても大雑把すぎない、下りスライスって、どう翔太スライス、フックじゃなくて、フックだと思った、あ、そうね、どっちから見るとしっかりしてくれよ、うん、フック、絶対フック
かなり、うん、かっちゃん、あの集中しすぎて自分の方からスライスって読んだった、うん、もっと切れるよ、残念ながら 3P。お前色がこんなにも愛してる。お前色がありがとう。どういう日大変だね。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。これいいわ。お願いします。いや、いい。はい、行け。